待って、こいつワンパンじゃない多分。待って、お前キャンセルすんな。え、多分、いや、これはパシフィストワンパンならめちゃくちゃ熱い。いや、けどなんかボスにめっちゃダメージ与えれるってらしいから、それぐらいしてくれないとね。パシフィストワンパン見てみたいけど、全然ワンパンじゃないじゃん。どうも、ユエンジコマンです。今回はね、ガープ倒しに行きます。さあ、ガープ行くんだけど、持ってこんなところに、こいつらにジャックポット当てたくね。ちょっと最近マジジャックポットにハマってて、昨日ね、ゲットしたんだけど、さあ、ちょっとめっちゃ使ってるね。さあ、ここら辺で、ちょ、お前ら持ってこい。え、どんぐらい当たるんだろう、あの向こうの兵士には当たるのかな。さあ、兵士ワンパンできたらさすがに激アツ。こいつ結構防御力高いからね。どうやろう、かっけえ。うわ、21上。うわ、兵士もワンパンや。さすがやね。マジで強いと思う、これ。さあ、21レベルになったんや。これ、ボスで使ってみたけど、ボスにはあんま使えないんだよね。石板ってここ何やったっけ。欲望に純粋な子供のようだった。契約者と共に成長する、とでも言うのか。やがてそれは体重と共に海に沈んだ。と書いてあるわ。こう考えられるか、ガブリは生まれてすぐに海に沈んだ。そして、次に近づいた時には目の前にルフィがいたとな。なるほどな。全然理解できない。シークレットボスのところで、石板読むとね、なんか、アンリミテッドアドベンチャー関連のこと書いてあることが多いんですよね。水浴の島とかそういうのあって、まぁ、ちょっとカットしちゃったんだけど、カットしちゃったっていうか撮ってなかったから、撮ってなかったから動画化はできてないんだけど、そういうシーンもあって、そう。今度自分の動画見返してみたいね。どんなんがあったか。さ、そんな感じで気になりますと。うわ、ここすごいな。いや、ここでジャックポットしたかったぞ、俺。え、待って、ここ、激アツゾーンだ。待って、ワンチャン薬使おう。薬ね。あ、もう、得て。すごいな、こいつら。釣りはね、ボス戦で使ったら怒られるけど、まあ、ここで使ってもね、何も言われないから、さあ、もう、好き勝手使っていこうと。あの遠くの敵まで当たんのかな？これ、範囲がどうかによるくない？ちょっと避けられんの嫌だよね。ガープとかに。ガープ結構素晴らしっぽいじゃん。こんな、SP 多分、合計で、1500とか使って、いや、当たんないんだ。あ、でも、縦のやつは残るんか。なるほど。盾はワンパンできないってことかな？多分、最近思ったんだけどさ、その自分のチャンネルのアナリティクスみたいなやつがあるんだけど、それを見た時に、結構ね、多いんですよ。そう、再生数。平均的に1000以上取れるの。登録者の数と同じくらい取れるんですけど、なんかね、でもやっぱ、ほとんどの人が登録者じゃないみたい。え、だからね、ぜひ登録してくださいってことを俺は言いに来たね。今日、ここに。いや、本当に。まあでも、俺のチャンネルを登録してメリットがあるとすればなんだろうな。まあ、いつもね、大吉チャレンジみたいなやってるじゃないですか。あれを、チャンネル登録したらね、まあ、無条件で大吉だね。毎日いいことがあるよっていう。まあ、個人差はあるんですけど、そう、もしかしたらいいことがあるかもしれないよって感覚で、まあ、お守りとしてね、人生のお守りとして有限実行マンを登録してくださいと。そう言いたいんですよね、俺は。有言実行マンって名前がね、もう縁起いいよね。なんか何でも有言実行できそうじゃない？なんか受験受かりますようにみたいなんで。有言実行マンチャレンジャー登録したら本当に受験受かりましたみたいな。そんな声もあるかもしれないし。そういえばなんか、昔っていうか、最近もよくコメントしてくださるんですけど、ちょっと前までか。最近見ないな。なんかね、受験生の方も結構いるみたい。エピソード1の頃に、受験生やけど、なんかめっちゃ見ちゃいますみたいな。よくないんやけどね。そう、そんなコメントがあった覚えがある。さあ、あの人はまだ見てるのかな？俺の動画を。そう、パシフィスト2人もいるんだ、ここ。これ確か古代ゴミだったっけ？いいね。古代ゴミめっちゃもらえるのは美味しい。さあ、ちょっと待って、どこ？痛い。待って、これさ、このままボス戦か。ちょっと待って、一回じゃあ戻るわ。そうだよね。解放したし。一回戻ってもう一回来るわ。いや、ちょ、どうだろうね、ガープ戦。まあ、一回は勝てないとして、とりあえず、6億ベリージャックポットがどんぐらい通用するのか、使ってみたいなっていう感じがあって、初手ルフィでいこうかな。で、ルフィ使ったらスタミナなくなったらもう使えなくなるじゃん。だから、ナイトメアルフィに回そうかなと思って。最後にね、まあ、必殺技でワンパン、ワンチャンを狙っていくナイトメアルフィ役として、最後まで取っとこうと思います。でも、そうだね、ルフィで相手の攻撃を把握するのも良さそう。そんな感じで、まあじゃあ目標は2回ぐらいで勝ちたいかな。2回か3回で勝ちたい。いや、結構ね、白ひげがさらっといけたから、ワンチャンいけんじゃないかっていう。まあ、HP がすごい育ってるのと、まあ、結構ね、コメントでいろいろ教えてもらえてるから、その知識がね、すごいあるから、そう、みんなの知識がね、
俺に集まってくるからさ、すごい今物知り博士だからね、ワンピースに関して。まあ一般人より8倍ぐらいは知ってると思う。ちなみにね、アイテムは軍艦冷却玉と、これはいらない、眠り玉かな、これが結構有効だね。30しかない。氷の粉末、まあ、これ入れとくか。これをとりあえず入れといて。氷系はやっぱ強いと思う。安定して。ガープ凍るのかな？でもガープはなんか凍りそうな気がする。状態異常はすごく食らいそう。なんかね、眠り役玉強いって言われたけど、結局どういう使い方するのかは全然知らないね。待って、あれさ、ワンチャンなんか、新種のモンスターだったりしないね。全然クマでした。さ、あんまみんな知らない小ネタ言う。白ひげのとこだけ、シークレットボスってみんなこういう風になんか葉っぱの部分白なんだけど、白ひげのとこだけなんかミスで紫なんだよね。いや、ウィーバンだけかもしんないけど。わからん。多分制作ミス。いや、かっこいいね。昔こんなマスクしてたのにね、最近してないよね。てか、あれ、ユニバの、ユニバのあれみたいだね。帽子みたいな。ああいうのあるよね。なんか恐竜みたいな。ちょっとやばい。とりあえず一発いっとく一発。さ、開始早々。いや、どうだ、これが海軍の英雄にどんだけ立ち向かえるのか。いや、でも結構いいよね。竜巻でね、ゾロは。ジャックポットと。終わったみんな。これは、ひどい。これはひどい。ちょっと待って、ひどすぎない？さすがに。ひどすぎでしょ。こんな、え？なんか悲しいよ、俺、こんな。なんでこんな。マジか。眠り役玉どうなん？あ、でも全然効いてないね。あ、ピストルだけに。あ、でもこれ、全然眠らない。あ、ピストルかな？お！すげえ！どっちだ？待って、これ。めっちゃ強い。おー、キョ。なるほどね。そういう使い方ができると。ちなみに氷は効くのかい？君、氷は効くのかいと。あ、氷効かなさそう。全然、ほら。全然効かなさそう。ほら、見て。とりあえず一旦ルフィへ変えるか。ライトミア用に、おい、交代させろ、じいちゃん。え、誰で課題行く？とりあえず、サンジ君の様子見してみるか。サンジ君ちょっと SP 使われてるね。アルビエール。でも最初の方はもう、ね、これでずっとなんか牽制みたいな。そういう感じでいけんじゃないかな。いって！いや、結構響くね。痛い。さあ、ディアブル使ってもいいな。オッケー。多分必殺技使うよりもディアブルの方が火力がいいと思う。ディアブル中にね、必殺技とかどうですかって聞かれるんですけど。いや、正直、フル攻撃やった方がコスパいいと思ってる。コスパっていうか、強いと思う。多分そっちの方がダメージ倍率が高いんじゃないかなっていう。さあ、全然氷効かないね。さあ、ちょっととりあえず、ディアブルで痛めつけていくか。さあ、どんぐらい効くんだろう。まあ、ディアブルはね、本来は後に取っておきたいけどね。どうだろう、今のこの遅い状態だからこそみたいな。さあ、これ、相手の攻撃全部、すごいよね。相手のボスのアーマーを剥がせれるから。そういうところが強いんだよね、ディアブルジャンプは。なんで、ダープ、一回も攻撃できてない。ただこれが必殺技が絡んでくるとまた変わってくるんですよね。必殺技はなんか無効でやられちゃうから。これ、砲丸タイムの時も、この技で。うわ、やば。なるほど。まあ、これよね、もう。これやるしかないけど。まあ、硬いな。白ひげより硬いんじゃないか。もしかしたら。どうだ。まあまあまあ。削れた方やけど。まあ、もう一回ディアブルジャンプできるから。いって、ミスター。これはやばい。これはね、歩いてたら避けれるんだけどね。あ、別にどっちでもいいんじゃないかな、多分。歩いて避けても。まあでも、回避で避けると、この後がしんどいから、それを考慮すると、こっちの方がいいのかもしれないっていうのはありますね。さあ、フル攻撃のパラダイスと。さあ、これね、ほんと強いわ。結構削ってる方じゃない？うわ、やばい。この砲丸パラダイスがやっぱ強いよね。ちょっと待って、ロビンちょっとスタミナが、危ね。なんかこれ読んでたらね、もうこれ怖くないよね。さすがに、ノーマルハードとこれやってきた右からするともう、飽き飽きだよ、さすがに。さあ、これ、一輪刺しキャストっていうの？これがね、難しいよね。これ強いらしいけど、なかなか当たんない。やばい。これな、遠かったら避けやすかった気がする、確か。近いから避けにくいみたいな、そんな感じがあった気がする。これはね、もう、落ち着いて避ければ、全然避けれるよっていう。ほら、
これね、ちょっと俺 CA を、そう、CA 鍛えたかったんだけど忘れてたわ。これがね、意外とスタミナに、スタミナの少なさと、攻撃の強さがね、すごい、すごいのよ。で、コスパがいいってやつね。これこそ。これ、だってレベル10ぐらいでこんだけ火力出るから、多分当たりにくい代わりに火力が高いみたいな、そんな感じじゃないかな。そう、だから当たりさえすれば強いみたいな。これ鍛えてくればよかったね。まあいいでしょう。やばい。これスタミナなくなりそう。でもこれ遠かったら避けれるんですよね。オッケーオッケーオッケー。ギリ避け切れた。いや、無理か。ちょっとね、ロビンで立ち回るの難しいな。フランキーいっとくか。フランキーもちょっと、あれだね。じゃこれ、フランキーで氷やってみるか。効かないのか、やっぱ。どうなんだろう。あ、避けてんのか、これ。わかんねえわ。とりあえず、フランキーはもう、いつも通りね。この、くるくる回りながら、マッサネイルやつ、やるってやつ。実際これ強いよね。これ、全然効かないね、やっぱ。状態以上は眠り玉しか効かないのか。さ、めっちゃ寝てると。うわ、ストロングライトまで持っていきたい。いや、難しいな。これ、当たんなかったらあれか、入んないのか。溜めて、ストロングライト。いや、どうなんだ、これは。そんなかな。これで眠る。お、眠ろ。なるほど、眠らない時もあるのね。オッケー、油断した、今。完全に油断した。これ眠らしてから、溜めて、ストロングライトと。いや、これ普通にマスターネイルやった方が強い説あるぞ。難しい。これは普通にこうやって、こうやって、マスターネイル。いや、わかんないな。どっちが強いんや。これさ、ずっと眠らせれんじゃない？永遠に。これはどうなんだ？この戦いが、いや、なんか眠り玉の使いどころが違いそう。あ、これ追いついてくるから。危ないよ、みんな。油断したらダメだからね。もうガープの回転率舐めたら、一気に持ってかれるから。オッケー。ガープね、通常攻撃はそんな速くないからね。ソレのやつぐらい。で、多分途中からね、掴み攻撃入ってくるんですよね、ガープ。それがちょっと強いから。でも、掴み攻撃は、なんか、ウィリモコン振りまくったら、なんかたまに許してくれるから。そう、そういうのもあり。え、いるかな？一緒にアンリミテッドモードやろうぜ。この動画を参考にしてアンリミテッドモードやってくれ。アンリミテッドモードクリアしたことない人が いるのかな。どうなんだろうね、アンリミテッドモードってそんな難易度高いあれなのかな。今のところはだって別になんとかいけてるからね。わかんない。でも子供の頃ってやっぱ無理やったのかな。知識もないしみたいな。さあ、くるくる回っていく。さ、そろそろキューピー流れそう。なんか最近困ったらキューピー流してたよっていう風潮があってね、自分の中で。いや、これ眠り明け玉いらなかったな。もうずっとこれでいいじゃん。前半戦はこれでいこう。前半戦アディショナルタイムは眠り玉みたいな、そんな感じでいきます。わあ、これちょっと難しかった。でもあったよね。ハードから追加されたんだよね。今のなんか着地攻撃。スプラトゥーンのスーパー着地みたいな。昔ゴミスペシャルって呼ばれるスプラトゥーンにスーパー着地ってやつあったんだけど、知ってる人いるかな？まあ、いるか、さすがに。スーパー着地はちょっと遅めに返していいと思う。なんか、着地までにすごいラグがあるから。さ、ラグとか言ったら本当にスプラみたいな、スプラトゥーンしたくなってきたな。スプラトゥーンのね、実況昔してたんだけどね。あまりにも見てくれる人が少なかったから、やらなくなったね。スプラはまあね、別に上手くないから、それは妥当って感じだけど。さあ、やばい。スプラトゥーン上手くなりたいけどね。さあ、もうずっとツバ飛ばしてる。これね、この戦い方、良いんやけど、やっぱ見栄え的には良くない。ただ、フランキー一人で勝てるっていう、こういう、なんか魅力がある、魅力、めっちゃ噛んだ。魅力があるのがいいよね。さあ、すごい避けてくるけど。もうでもね、結構削れてるよね。さあ、これどんだけいけるか。ちょっと、ここから無言 QB チャレンジいくわ。あー、やられた。まあ、頑張った方じゃないかな、でも。いや、結構ね、あれだったね。やばい、びっくりした。ブルックのこれが強いって、昔、教えてもらったけど。ガープはね、確か寝るんだよね。なんか、脱いだんだけど。キモ。なんで急に脱いだ、お前。キモすぎ。強い。このね、ガープの着地終わりはすごい隙だらけっていう。
やばいやばいやばい、終わった、くそ、これは終わった。アイテム持ってる時にこれやられたらもうひとたまりもないね、さすがに。これもう、これは避けれるでしょ。頑張るぞ。まあ、こんだけ遠かったらね、全然よ、来た。六大鉄球。おお、避けれた。なるほど。あ、これすごい、ここまで範囲があるんだ。なるほど。どうしようかな。ゾロの戦い方は。シッソンソまで行けば、勝てる。なるほど。いや、結構きついな。それにしても、きつい。いやー、やばい。長すぎない？やばい、終わった、これ。避ける、あれがない。避けれたと。甘すぎよ。あ、ぶれ。ここで、一旦、アシュラ、打っとく。ダメージ受けるな。ちょっと受けちゃうね、痛いな。これ、当たりそう。オッケー。これでもうゾロの、あれ終わったからね。鉄球やられたくないから、近くにいよう。さあ、無理と。絶望やん。いや、きついなぁ。ランキーまでは良かったけど、こっからがきつすぎる。さすがに。待ってくれ。あ、うわ、避けれる。まあでもタイミングは割と簡単。タイミングは割と簡単。なんか、普通になんか、軽柄みたいな感じか。軽柄でね、軽柄みたいな感じじゃない、そういえば、ガープ。軽柄の背後感じゃない、上位互換みたいな。なんかそんなにね、変わんないよね。システムとしては。軽柄と。これやばい。多分これ結構続くよね。いやー、ちょっと待って。この剣分色で。うっ、うっ、いや、無理か。長いなこれ。スタミナが持たん。くそ。ダメか。眠れ。ダメだ。いや、必殺技使えばよかったな。もったいねえ。さあ、もう残るはウソップとチョッパーだけ。どうしよっかな。チョッパーね。おお、すごい。お前、そんなこともできんのか。ストップ。いや、うん、まあまあまあ、しゃあない。いや、チョッパーでどう頑張れるかよね。来たら、やろ、オッケー、来て、引き寄せてからの、ランブル。もう、ロベオ道切りパラダイスよ。こっからは。オッケー、これも、超える。くそ、だる。このタイミングで、頑張れ、この、真剣な振りを。やばい。終わった。避けれない。そうだね。攻撃中だもんね。いやー、舐めすぎてたわ、さすがに。さすがに一回じゃいけないか。ワンチャンなんか、ナイトメアルフィ覚醒しないんかな。お父さんの前だからみたいな。おじいちゃんか。授業参観みたいな感じで。HP フルマックス4000とかあってほしいな。ジジイ参観来てんだから。頼む。全然ダメだ。なんならいつもより少ないんじゃないか。そう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 。全然食らわんし。しょぼ。しょぼ、ナイトメアルフィ。さすがにしょぼい。あ、まあ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 、でも、ね。まあちょっとだけは削れるって考えたら、まあいいんじゃないか。悪くない。悪くないこともないか。全然悪いんだけど。うわぁ。周り好きよ、お前。ローリングナイトメアルフィしちゃったじゃん。もういいよ。帰れ、お前。勝ち筋は見えたね。これね、ガープ半分 HP いくぐらい。だから、脱ぐぐらいまでは、ノーダメージでいける。だから、フランキーをずっと回しとけばいけるっていう。俺もう、そう思んない戦法だけど、まあ、1ダメージでも食らうことはもう甘えやから、もうね、ダメージ、ノーダメージでいきたい。だからね、こっからもう無言で、ひたすら、まあ、唾をね、引っ掛けていけたらな、いいなと思います。うわぁ、最悪。なんかタギ外れたし。くっそ、油断した。これはちょっと甘えたね。すごい。もう、ごめんなさい。やばい。ちょっと、体痒くなってくるから、たまに止めてやってんだけど。いやー、やっと脱いだ。2、3回ぐらいね、食らっちゃったね。このパンチ、近づきすぎたらさ、後ろでも巻き込まれるんだよね。それで油断した。
からちょっとみんなそういうとこ気をつけていこう。これはねマジこの着地終わりはガチで本当に狙いたい方だから、これはね遠く行った方がいい。遠く行ったらスタミナ回復しながら避けれるから、まあ、できるだけ遠くして、で多分次ねソル使ってくるからその攻撃さえ避ければ。なるほど、それは今だ、わからんで多分次ぐらいソル来るから、マジか、それはちょっとだるい。これでもこの遠さだったら歩いて避けれるか、だからこれね結構長いんですよ本作っていうかアンリミテッドモードやと。だからそうだね、どうしよう、これ、ね、いや待ってミスった、ソルミスんのはちょっと甘いです、さすがに甘い、動きが甘かった。さあただねフランキーのこの HP だけでこんなに削れたら割といけんじゃないかっていう。さあただちょっと背中が痒いさあこれはね遠く行く、やばいミスった、ミスった、ガチミスった、もったいね、なんか溜めちゃったわ A ボタン。さあでもこんだけ遠かったら大丈夫で、これはジャンプしたらノリが鳴って、でソルで近づいていってほしいな。オッケー、ソルはちょっと早め、やばいこれはまずい、遠くに行くこと意識、オッケー、これで避ける。まあだからこれかな、であとは必殺技タゲが外れるからマジ怖いけど、まあ遠い方に、オッケー、あっ危ねえ、ギリギリやむずいけど来る、早め、やばい、いやこのサイクルちょっとやばい、うんきつい。いやこれスタミナ持つか、うーんできればねフランキーだけでもう全部終わらせたいけど、さすがにむずい、早め、オッケー、必殺は結構早めでいいと思う。でこれは避けれる、でここは結構多分狙いどころだわ、ダッシュしていった方がいい。これはもう遠くまで行ってあとは歩いて避ける、これかな、この立ち回りが多分一番最善策なんじゃないかなって俺の中で思ってるけど、いやこれ以上小技持ってたらちょっときついけどね。早め、オッケー、でジャンプする、いやジャンプじゃなかった、マジか、いやここに来てちょっとイレギュラー入ってくるとさすがにきついぞ。なるほど、まあまあまあミスった、そうだ近づいたらジャンプじゃないわ、いやこれやらかした、ごめん死んだわ、そうだね今ちょっと油断した。いやここでちょっとフランキー伝説終了か、ちょっとシャバいけど、じゃここからちょっと3時くんで削っていきたい、できればちょっと待ってこれ、いやマジで持ってん、何してんの30くん、オッケー、ナイスナイスナイス、ここから30くんパラダイス入ってくれ、待ってやばい、早め、オッケー、オッケー、これ詰めて必殺技さえ良ければ30くん他の技はね怖くないから、オッケー、これもいけんだ、ちょっと待って危ね、早め、オッケー、まあこの立ち回りが一番いいね、やばいちょっと待って SP が使え、さ結構まだあるから、もう一回ディアブルなろうか、これはどうしよう、必殺が来るタイミングさえ分かればな、楽なんやけど、さこれはいやマジかもったいね、いガチもったいない、ガチもったいない、ガチもったいない、いやちょっとディアブル持ってたから焦っちゃったな、さすがにこれは後ろに向かって、オッケー、なんとかジャンプ、どうする、待って一旦避けよう、エビオッケー、ナイス、ここ避けるとでかい、いやここで押し込んできたけど、オッケー、でもこれのタイミングがつかめたからもうこれはちょっと怖くない、必殺技さすがに悪いかガープ君、必殺技ちょっと甘すぎるわ、オッケー、これはもう早めに裏回って終わらしとった方が絶対得、回避使われんのねだるいからね、オッケー避けれた、いやこれいけるぞ、ワンチャンいける、さあアイテムノーアイテムできんじゃないか、ワンチャンノーアイテムいけるけどあんまり焦りたくないな、どうしよう、でチョッパーかな、なんか関係なしに使えるな、チョッパーでこれ後ろ取ったらこれで終わらせれる、やばいだるいなこれ、本気で来るわ、ダメか、いやマジか、ちょっと待ってきついぞこれ、ダメだ許してもらえねえ、 OK これ避けてから、ちょっと待ってチョッパーのちょっとあんまり入ってない噛み合ってないのがもったいない、さすがにもったいない、これ捕まれるの一番だるいからね、
やべ、チョッパー噛み合ってないな、ちょっと。チョッパー噛み合ってないのが痛い。オッケー、これは避けれる。さすがに避ける。お、この砲弾、強いな、でかすぎ。いやー、これが、チョッパーなんとか。やばい。オッケー。もうちょっと削りたい。保険でもうちょっと削りたい。いやー、マジか。無理か。どうしよう。こっからどうする。いやー、くそ。もったいない。まあでも、ロビンはね、必殺技しかないからね。ちょっと。さあ、これは、早め。タイミングはね、もう掴んだから、バッチリ。やばい、見えなかったな。これ必殺技終わり？これがきついわ。見えねえから。わからん。オッケー、聞いてる聞いてる。全然聞いてる。で、ここ多分狙える。これでワンチャン。いやー、ガチか。当たんねえのか。やばい。ちょっとガープのペースだね。さすがに。これでもこっから繋げれるんじゃないかな。オッケー。ロビンの強み出たね。ちょっと遠目から。え、なんか来る。ダッシュ来るまでロビン逃げるか。それが多分最善策な気がする。ダッシュ攻撃来たら、まあでもこれは避けれる。じゃ、ジャンプ攻撃来たら、来た。これで詰めて、これで、コンボ決めよう。やばい。これ、いらなかったな、最後の。うん、無理だよね、さすがに。ロビチ結構頑張った。このメンバー。とりあえず、ナミさんは。うん、どうしよう。ナミさん、これしかないんだよね、でも。正直。ガープに、いいなって思える攻撃は多分これぐらい。避けれた。ギリセ。いや、来るよね。オッケー、分かってたけど。やばい。これはね、こっちの方がいい。で、ミスター。で、この距離あったら歩いていける。オッケー。どうしよう。ナミさんね、サンダーボルト当てたいけど。こんな無茶はできないよね、さすがに。ジャンプしてくれたらね、いいんだけど。してくれると。まあでも、こっちが。いや、AA の方がいいかな。わからん。何が正解か、ちょっと。すげえ、危ない。危ない。いや、この攻撃終わり、あの、雷雲に、やっていきたいけど、さすがに当たんないよな。いや、消えちゃうよな、雷雲。雷雲は結構、あんまいい選択ではないかもしれない。サンダーボルトを、けなぎに当ててくるのが、一番いいかも。やばい。いや、強すぎる。いや、でも結構戦い方分かったら、ブルック意外といけんじゃないか。ちょっと甘いこと言ってないで、アイテム使います。いや、待って。ルフィ先行くか。ワンチャンルフィで、なんとかできねえかな。オッケー、一旦これを避ける。なんか合ってるこれ。どこ？オッケー、これは止めれる。いや、マジで、ブルックの弱いとこ出た。これ、ブルック突っ込みすぎちゃってさ、やばい。いや、もったいなすぎる今の。このタイミングで交代押しちゃったのは結構運の尽きかもしんない。頼むで。ここでギアセカンド使う。ギアセカンドでどんだけ削れるか。結局、バズーカとガトリングどっちが強いかわかんないけど、ソルが使える、俺はこっちの方が好きなんだよね。個人的に。気をつけたいのは、あれだね。ルフィの場合は、やばい。攻撃、必殺技受けるのが難しいから、ここだけ。ガープがジャンプしたら、バズ、ゲットガトリング行くか。いや、むずいな。来た。オッケー。これ、いい。今のめっちゃいい。避けれるか、これ。おっ、ギガ、頑張った。よく頑張った。うわ、マッチか、今。いやジェット状態のルフィ捕まえるなんて。さすが、じいちゃん。お前ぐらいしかいねえよ。いや、無理か。オッケー、これ、後ろ回り込んで、いや、アーマー破壊できんか。マジか。これめっちゃ、HP 減るよな。やばい。これは、無理か。いや、わかった。オッケー。ワンチャンもう一回ギアセカンドいく。いや、待って、この HP 量。ワンチャンあるけど全然ワンチャン負けるのもあるっていう。怖すぎるな。いや、ワンチャンのナイトメアルフィも残しておきたいけど。いや、これ立ち上がんない方がいいかもしんない。オッケー。オッケー。
いっちゃ、これ無理か、よけろ、ナイス、オッケー、いやー無理か、どうだ、ウソップいけるか、お前やばい、ウソップ何してんの、お前頼むって、緊張、ガチ緊張、これ歩いていくた方がいいね、オッケー、これもう後ろ行って回避するしかない、それが一番いい選択、近づいてきたら知恵当てを、この攻撃やっぱ強いからね、やばい、へこ、そのそれはすごい、いやでもこれ OK、 見ずに避ける、見ずに避ける連載すぎ、この見ずに避けるこの選択が OK、 どうしよう、アイテムワンチャン、眠り、眠り上ね、 OK、 覚えろ、上、いや、食らんか。マジか。いや、待って、この、これはちょっとやらかした説は、全然ある。ワンチャンやってるわ、これ。避ける。いや、ここでソゲキングと。どうしよう。ワンチャン今ガープ、着地終わりだから、A 連打すれば、ソゲキングの爆発当たんじゃないかな。救え、ソゲキング、お前が。お前が世界救え。いや、無理か。落ち着け、でっかい、でっかい、いや、くそ、もったいね、欲張ったか、ドロドロ、1ミリのピンチに、いやでも待って、アシュラでワンチャン持っていけるっすない、待って、落ち着け、もう着地終わりしか狙わないことにするわ、着地終わり眠り、ワンチャン眠りを、いやマチミスった、まあまあいい、一旦はいいわ、オッケー、このな、この、ここなら多分いける、避けれる、怖い、マジで緊張する、心臓バックバックワンチャン勝てるぞ、眠れ、ダメか、ダメだ、どうしよう、やばい、見てた、オッケー、危ない、いやこれが一番いい戦闘方法だと思うんだけどな、どうなんだろう、やばい、マジ心臓バックバック。眠れ、眠れ、くそ、無理か。多分ここまで来たら眠んないんだよね。なんか白ゲもそうだったけど、前半も眠りやすいみたいな。そういうのありそう。いや、これ多分、フィッシュソンその3回だけじゃ無理だよね。ちょっと削んないといけないかも。そんで、スタミナがなくなったら、それはそれできついし。やっぱ着地終わりを、フィッシュソンその狙いに行くしかないかもしんない。着地しねえか。来た。ちっそんそん、オッケー、ちょっと入ったか、ダメージ、やばい、マジで緊張、さあワンチャン着地があるからちょっと近づいてきて、でも近づきすぎて砲弾に当たりたくもない、来た、ちっそんそん、よけろバカ、そそ、うん、ここまで来たらよけれる、オッケーオッケー、緊張、いやでもワンチャンアシュラ2回で持っていけそうな HP まで来てるな、こればっかりは分かんない、オッケー、よく受けた、でも当たってくれアシュラ、いやワンチャンアシュラ1回、あとこれをミスんなければいける、いた、待って、足りない、嘘やん、やばい、あぶない、え、足りるだろ、多分回避したからかな、回避したから足りなかったんだ、だからこれは早め、オッケー、これを絶対当たる、確実に当たる、よっしゃ、ガチで嬉しい、よっしゃ、勝ったぞみんな、え、ガチできつかった、あー、心臓バックバックよ、もう、うわー、よっしゃ、いやもう完全攻略 TV よ、いや、やりきったぞコダック、俺はアイテムを使わずに、アイテムっていうか回復を使わずにここまで来たぜ、いやー、しんどい、本当になかなかだったね、難しかった、本当にさあ、本物、今のは本物みてに強かった、なんか前とは違うよね、そうだな、アンリミテッドだからほんまに本物の強さみたいな、そういう設定があるのかな、さあ、せんべい、せんべいいただきましたよ、とりあえず帰るか、帰るまでが遠足だからね、普通に帰るときにやられそう、え、どうしよう、帰るときにやられたら
お、船、今なんか落ちそうになったわ。え、なんかよく言うよね、帰るまでが遠足ですみたいな。保育園じゃないわ、俺幼稚園だったんだけど、幼稚園の先生がね言ったりするけど、小学校の先生とか。いや本当にそうだって思うよね。こんだけ楽しくても帰る時にねやられちゃったらもう全部がパーみたいな。確かに深いね、帰るまでが遠足。あんなに深い言葉だったと、ね、今知ることになるとはね。ちょ、あの砲台やばくね、あいつやばくね、やばいやばい、しかも侍ソードいるし、やばい、やめろ、近づくんじゃねえ、頼む、やくそなんでこの帰る時までこんな緊張しなきゃいけねえんだ。ワンピースゲームあるあるだけど、回復なくなって HP 見れてシークレットボス倒したら結構絶望じゃない割と死ぬんじゃないかっていう、ハラハラしながら帰らないといけないよね。さあクワガタまで来れたらもう安全地帯よ。せっかくせんべいもらったし、ご褒美タイムやるか。いつもねガープ戦終わった後はご褒美タイムつって、まあ今日の MVP たちにねせんべいをねあげていくんですよね。さあ今日の MVP、 まあまず第一にフランキー。お前は間違いなく、もうねこいつだけでほんと3分の2ぐらい削ったんじゃないかな、 MVP と。ルフィも結構頑張ったんじゃないか。でまあチョッパいつも通り頑張ったと。あでもウソップも結構頑張ってくれたんじゃない、スビキングでね。まあやっぱゾロかな、ゾロはねすごい最後まで頑張ってくれて。さあこれでアンリミテッドクルーズシリーズシークレットボス全員倒しましょういやーガッチ嬉しいな。まあ次回はね、明日ちょっと出せるか分かんないんだけど、まあ、次回はあれやろうと思います。あれなんやっけ、あれな